最初っていうのはなかなか緊張するんですがよろししくお願いしますえっとこれは僕が高校生の時の写真なんですけれどもあの僕小学校中学校とずっとサッカーをやっていましてでまあサッカー少年ではあったんですけどもサッカーはそんなあの上手じゃなかったんですねずっとあの右サイドベンチがあの定位置で監督に近い方っていうのは結構ポイントなんですけどあのそういった中学生活を過ごしていました。 でまあ、だからといって勉強もめちゃくちゃできたわけではなくてでそんな自分自身があの中学生の時に居場所を見出したのはゲームセンターの中でしたまあもちろん学校には通っていたんですけれどもずっとゲームセンターでパチスロを打つという中学生活を <laughs> 過ごしていまして一時はコイン5000枚貯めるっていう <laughs> 記録も残して。 でそれをあの、まあ、お年玉を全部そこにつぎ込んだりとか、まあ、時には親のお金をちょっと抜いてしまって怒られてしまったことも <laughs> ありましたがあそんな中学生でしたで中学生や高校生の時は、まあ、いわゆる思春期というふうに言われたりもしますけども、まあ、自分自身のことを考えたりとかとっても揺らぐ時期だなというふうに感じています自分は何に興味があるんだろうとか将来どんな仕事に就くんだろうとか どんんなな大人になりたいんだろうとかそんなことを考える時期ですでそれを学校の先生や親に話してみるとま,あまずはいい成績が取れればいい人生が送れるからまずは勉強頑張りなよっていうふうに言われてあんま真剣に扱ってもらえなかった気がしたりあるいは友達にそれを話そうとしても「何お前真面目な話してるんだよ」っていうふうに言われてちょっと照れくさい気持ちになったりもして。 自分自身の表現の行き場がゲームセンターの中しかなかったんだなっていうことを大人になってから気づくようになりましたそこから自分の中で表現っていうのが一つのキーワードになっています今の社会では中学生や高校生子ども若者だけではなくて大人も表現できない社会になっているんじゃないかなっていうふうに感じています 世の中では多様性を認めようというふうに言う割にちょっと個性的なことをしたりとか何か飛び抜けたことをするとあいつは変なやつだっていうふうにレッテルをつける社会じゃないかなっていうふうに感じていますこれまでは経済成長という目標にみんなで足並みを揃えてくる社会でした右向けば右左向けば左それが求められて同じ目標にみんなで向かっていけばよかったでも そんな社会はもう終わりました僕が生まれてからは好景気は全然経験していないしずっと経済が伸びている社会ではありませんただ私たちはそんな社会に生きてきたことによって表現しないことに慣れてしまったりだとか表現しないことが当たり前になってしまったんじゃないかなっていうふうに感じていますそこで僕はこれを変えるため どうしたらいいかなっていうふうに考えて一つの社会実験を始めることにしましたそれがみんなの図書館三角という施設図書館ですこんな感じの小さな施設図書館なんですけれども焼津駅前通り商店街という商店街の空き店舗を活用してこんな商店街を運営していますもう一つの背景があって今人口がどんどん減少していたりだとか税収が減少したりだとか まあそんな社会ではこれまでの当たり前を維持できなくなるんじゃないかなっていうふうに考えています。これまでの社会では政治家任せ、行政任せでもどんどん都市が発展していったりだとか街が良くなることもあったかもしれません。でもこれ,からではこれからは政治家任せ、行政任せ、誰か任せではもう限界が来ているんじゃないかなっていうふうに考えています。 自自分分たたたちちがが住みたいいは自分たちが作っていくんだこの発想が必要じゃないかというふうに考えていますこれを僕は施設公共というふうに言いました私から立ち上がる公共という意味ですもう少し簡単に解説をすると昔から公共市という3つのレイヤーで世の中のことが語られることがあります行政が提供する公のサービス そして私たち個人その間に「今日」という「友」という「コモンズ」ともいうふうに言ったりもしますがこんなレイヤーがあって施設公共はある意味公共私のまあこの今日のレイヤーを私初で立ち上げていこうというそういう発想ですだから三角は三下三角の三角から来ていてどこにも実は三角形がないですね そして実はこの名前を付けてから気づいたんですけれどもここ三角の住所は3丁目3のだったんです <laughs> このあと僕は車を買ったんですけど車のナンバーも333にしましてそれからずっと僕の中のラッキーナンバーというか何か困った時は3を選ぶっていうふうにしていますそしてこの民営の施設の図書館を 運営していくための根幹となる仕組みは一箱本棚オーナー制度と呼ばれるシェア型の図書館の仕組みですこれは何かというとお金を払って人に本を貸すお金を払ってもらったら本棚を持ってもらって自分の本を貸してもらえるよっていうそういう本棚オーナーの仕組みを考えました月額2,000円を持っていただくと一箱の本棚を持つことができて人に本を貸すことができます これをいろんな人に説明すると詐欺みみたいいなな仕組みだなっていう,ふうに言われます何でそんな儲けにもならない本棚を借りなきゃいけないんだもしかしたら貸した本が誰かに取られちゃうかもしれないし破れて帰ってくるかもしれないしそんな本誰が借りるんだっていうふうに言われたこともあるんですが現在は60人以上が契約をしてくださっていてキャンセル待ちも出るぐらいの人気ぶりになっています。 自分の好きな作家さんだけの本を並べるという方もいらっしゃいますし、一つのテーマに絞って今月は例えば月の本を選ぶ星の本を選ぶというふうにテーマを絞って本棚を並べる方もいらっしゃいます。そしてもう一つ重要なことがあります。2000円かける60棚の本棚だと月12万円の売り上げになりますが、これでは家賃や水道光熱費いろんな経費は払うことができても 人件費を払うことができない給料が出せないんですねじゃあどうしようかというふうに考えたのが人件費を稼ぐんじゃなくて人件費をかけない運営の仕方です三角に入っていただいて左のスペースはチャレンジショップになっています実はここは週1回から無料で自分のお店を出店できるそういうスペースになっています毎週月曜日は子育て世代のお母さんが イラストレータータをされていていハンドメイド雑貨のお店をしてくださっていたりだとか火曜日水曜日木曜日はコーヒースタンドが出店したりもしています他にも2000円払ってるホンダのオーナーさんたちはきっとお店番もしたいだろうと,というふうに考えて「ホンダのオーナーにはお店番する権利があります」というふうに伝えていますそうしたら「お店番していいんですか?」っていうふうに言ってくれる方が出てきて この方はあまりにもお店番をたくさんしてくれるのであのおめでとうございます名誉副館長ですということで1年経ったところで名刺を渡して今度は宣伝役も買って出ていただくというふうに運営をしています、まあ、まさにみんなの参画によってできた図書館じゃないかなというふうに考えています表現をすることと 施設公共を作ることには大きなつながりがあるというふうに僕は考えています。本来公共っていうのは表現の集合体なんじゃないかなっていうふうに考えていてというのももともと公共施設だったりとか公共空間だったりとかは自分たちが住みたい豊かに住み続けるために作ってきたものじゃないかと思います。そそれはまさにその町にの住む人々が こんな町に住みたいこんな場所があったらいいのにというそれぞれの思いを折り重ねながら表現をしながら作ってきた場所が公共なんじゃないかなっていうふうに考えていますだけど私たちはお客様でいいることに慣れてしまいましままた公共施設や公共空間で何か問題があるととりあえず行政にクレームをしてそうした結果 例えば公園にはどんどん禁止看板が立ち並んだりとかどんどん使いづらい公共空間になっているんじゃないかなっていうふうに感じていますそして結果としてルールや規則にがんじがらめになってしまって生きづらい社会を私たち自身が作ってしまっ作ってきてしまったんじゃないかなとそういうふうに感じることもありますだからこそ僕は三角という小さな 図書館を通じて私が私であれる場所私が立ち上がれる場所私の表現が集まる場所を作りたいそういうふうに考えています実はこの一箱本棚オーナーの仕組みを3年前に始めてからこの同じ仕組みを導入してくれている姉妹館というのが全国50館以上に広がりました もう字が小さくて全然読めないと思いますけれども今は沖縄から今度は北海道がまだないので北海道にできたらいいなっていうふうに思っていますがまあ私たちのコンセプトに共感をしてくださってこんなに全国に仲間が広がり詐欺みたいな仕組みだと言われたホンダオーナーは今や全国2000人以上に拡大をしています。これらを僕は ミント書というふうふに名付けましたみんなの図書館をギュッとして「民図書」という名前ですつい先日三角は3周年を迎えました2020年の3月3日にオープンをして2023年の3月3日それが三角の3周年だったんですねたった3年間の期間ではありましたが 3周年パーティーをやるよというふうに全国各地あるいは地元の仲間に声をかけたらこんなにたくさんの仲間が集まってくれてとても楽しい時間を過ごすことができました三角というのはとても小さな図書館で全体の日本の動きの中で言うと本当に小さな小さな動きかもしれませんただこの場所を通じて僕はみんなと一緒にみんなの三角と一緒に 人々の表現があふれる社会をえ作っていきたいなというふうに考えています以上ですありがとうございました